おはようございます。みっちゃんねるです。今日はまあ先ほどねちょっとお見せしました、ジャスミンティーをねいただきながらの朝からみっちゃんねるです。まあ今日は朝からね雨だし、また台風も来るしね、まあしばらくちょっとなかなか大変な日が続くんじゃないかと思いますけどね。最近ちょっとハマってる動画がありまして、まあ最近見始めたというかね、基本ひとりさん、劇団ひとりみたいな名前ですけどね、ひとりの動画、まあ私よりもちょっと先輩な方なので、まあ参考にさせていただこうかなと思ってね、また見ていますけども。あとそれからやっちゃんねるさんね、この方はなんかすごいですよね。チャンネル登録はあれとあれよという間にすごいスピードでいってしまいましてね、まあ編集も上手だし、すごくこうはね、組み立て方もうまいなと思いますし、まあ日常的なね、ところを、まあ、断片的な生活を取り入れてそれを動画にしてますからね。まあ正直まあそういうスーパーカーを買うとかね、ああいう若い方の成功者のような動画をですね、まあ、今のところそのする予定もなければできないし、かといって何ですかね、そのあまり過激なことというかね、汚いこととかですね、そんなことをやるつもりもないし。そうなるとですね、やっぱインパクトに欠けるというかね、華々しさもなければ若さもないというね、もうないない尽くしの中やらないとしょうがないわけです。まあだから、ちょっとでも日頃ね、何かこう面白いなとか役に立つことないかなと思って見てるんだけども、僕ちょっと一つ障害があるというかね、ある意味ね、やっぱりね、取りにくいなと思うこともいろいろ気がついてきましたね。あれなんですよね、僕ね、家族にね、こう秘密にしてるんですよね、この YouTube 活動ですね。これがね、なかなかね、私これ未だに言えないんです。人に言って言うからね、まあ、恥ずかしくて、まあ多分やめてって言われるでしょうしね、まあ、しかもこの登録者ですよ、100何人でもちろん収益ゼロですからね、まあこれでまたこれが1000人とかね、1万人になって収益がどんどん上がっていく見込みも今のところまあわからないけどないですね。そうなるとね、やっぱりね、その家族にも言えないというかね、言ったらどうなるかな、バレたらっていうか、バレたらどうなるかなっていう感じなんですよね。バレた時にどうなるのかな、ね、まあ今のところはあんまりほとんどおすすめ動画とかにもね、僕のなんか多分出てきてないからね、まあ、おそらく知ってる人に、見られるってことはまずまずないとは思うんですけども、まあもし見られたらどうしようかなっていうか、まあそのうち家族のね耳に入るじゃないですか、ね、その時やめるのかやめないのかね、で家族は協力してくれるのかしてくれないのか、ね、でまだ今はこう多感な時期ですし、まあ、そういうことがですね、まあ、しかも底辺 YouTuber でいる、ね、父親を、知ってしまうとどんな思いがするのかということでですね、まあ、非常に僕にとってはこう YouTube 活動がリスキーだし、あ、これいいな、これここ撮りたいな、これちょっと撮ってっていう時でもこう動画回してくれってなかなかこう言いにくくて、写真ぐらいはね撮ってもらうんですけども、動画回してくれってなかなか言いにくくてね、それはちょっともったいないなと思うし、まあ、その家族の映像なんかもまあちょっとは出したいなと思いつつもね、まあ、未だにやっぱりほとんど出してないですね、まあ、たまに映っちゃったりしてますけども、まあ、とにかく秘密なんですよ。で家族に秘密でやる YouTuber という、まあ、こういう路線いいんじゃないかなと思ってちょっと今思い出したんですよね。だからおっさんで家族に秘密の YouTuber というカテゴリーいかがでしょうか。ちょっとなんかそういうカテゴリーでこれから行ってみたいなと思います。以上みっちゃんねるでございます。ご清聴ありがとうございました。